ボンドチャンネルをご覧の皆様こんにちは。ボンドカーズアリーナ小島です。今回はですね、なんと3週連続になります遠方買取の旅。今回は午前中ですね、店舗の方で仕事の方をしまして、午後からご依頼いただきましたお客様のもとへ向かいたいと思います。今回もですね、無事いいお車が買取できるよう願って、目的地の方に行っていきたいと思います。それではスタートいたします。大宮駅に到着しました。これから新幹線に乗って目的地に向かいたいと思います。大宮から新幹線に乗りますが、私が所属するアリーナ店はですね、非常にちょっと便利なところになりまして、店舗から大宮駅新幹線乗るまでも最短で多分10分以内に乗れる。ぜひ遠方の方もご来店いただくのには快適な場所になると思いますので、ぜひご来店いただければと思います。アリーナ店の宣伝でした。今回の目的地に着きました。宮城県の仙台市でございます。これから地下鉄に乗ってお客様のところに行ってきたいと思います。開通できるでしょうか。まあ、やっぱ新幹線だとすごい近く感じますね。仙台も快適な新幹線でした。では向かいたいと思います。はい、査定完了しまして、今回もありがとうございます。無事買取をさせていただきました。今回買取させていただきましたお車がこちらになります。ででミニのクーパー S クラウマ後期型ですね。パッと見ていただくと分かるようにドレスアップ車両でございます。車高はですね、イルシュタインの B14 車高帳が入ってます。アルミホイル、こちらワンオーナー車になります。で、マフラー DLAG のマフラーカッターにリムスマフラーが入っております。いい音してます。そう、中がですね、こちら、まあ、レザーシートでね、カバナシートですねになります。3連メーターがついて、走行距離が現在7567キロです。しかも地デジ付きです。ダレリ尽くせりの1台が買取をさせていただくことができました。ありがとうございました。純正オプションも入っております。そしてですね、今日は日曜日ということと、もうこの時間になりますので陸送屋さんがやっておりませんので、今日はこのまま明日に待って、明日陸送会社にお渡しして埼玉の方まで運んでいただくと思います。いや、いい車買い取らせていただきました。本当にありがとうございます。朝一番で陸送会社に車をお預けして、ここから埼玉県に陸送してもらいます。こちらでこの日程の方は完了になります。今回のプチ散歩はまたまたパワースポットシリーズで、大崎八幡宮さんにやってきました。仙台では有名な神社ということで行ってきたいと思います。
メンテナンス中ですかね。いけませんが、また次回機会があったら行きたいと思います。はい、仙台駅に到着しました。今回も無事買い取りの方が完了いたしました。ありがとうございました。実はですね、今回のお客様、2回目のご利用ということで誠にありがとうございました。このような形 ですね、全国の皆様から、買い取りの方お問い合わせ引き続きお待ちしておりますので、お問い合わせの方よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。